皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は皆さんも気になるレクサス RX の今年2024年に行われるであろう年次改良モデルについて、どんなところが改良される可能性が高いのかという動画をお届けしていきたいと思います。本日私はですね、メンバーシップの会員の方向けのオフ会を開催するために京都府に来ておりまして、その帰りの道中でこのレクサス RX500H 初期型モデルに乗りながら実際に話していこうかなと思います。昨年の2023年の2月に納車されて、今月が5月の下旬になりますので、もうですね1年と4ヶ月乗ってることになります。走行距離は今2万999キロということで、昨年末の時点で1万9000キロ台だったんですが、そこからちょっと距離を本当抑えなきゃいけないので、 LBX とかベルファイアとかクラウンスポーツで安分して、なんとか今この距離数に抑えているというところなので、高速道路に乗って何百キロも走るっていうのは本当に昨年末ぶりなんですよね。今日はねオフ会終わった次の日で帰り道なんですけど、もうめちゃめちゃいいんですよ RX。 そういった走りの良さ改めていいなって感じたところもちょっと織り交ぜつつ、まあでもメインは改良ポイントとしていくつか自分でまとめてみました。ジャンルを3つに分けてみました。まあほぼ間違いなく来るだろうっていう改良ポイント、まあ来そうだよね、来てくれたらいいなっていうところで、3つ目はまあ来ないだろうけど来たら最高みたいな、そんな感じでいこうかなと思います。では早速走り出していきましょう。このペッペ音ってよく言ってる新しいバックの音はあんま好きじゃないですね。新型ベルファイアとかの音の方がいいような気がします。走り出していきます。私が所有しているのはレクサス RX の 500HF スポーツパフォーマンスということで、レクサス RX における最上位グレードかつちょっと特別なラインの商品となっています。動力性能が一番強いというところが大きな特徴の一つですし、四輪駆動車の AWD 車になるんですけど、後輪を動かす力っていうのはエンジンパワーではなくてモーターのみで、専用のモーターが割り当てられている。それによって低速時からの発進時含めてこう電力アシストでグッと蹴り出すような力が出るのでっていうのが大きな特徴の一つになっています。私みたいなこういうね車のどんな動きするのかっていうのに対して素人な人間から、まあ、見ても、乗っててその蹴り出される感じっていうのはよくわかりますし、同じガソリンエンジンの350のエンジンを積んでる NX とか純ガソリンモデルの RX350 と比べても、踏み込んだ時のそのラグのところを電力でアシストしてくれてるので、すごく気持ちがいい走りだなっていうところは本当感じられる部分なんじゃないかなと思います。またこういった合流の加速時とかうねるような道も本当姿勢変化がですね少なくて気持ちよく走ってきます。ちょっと踏むともうこんな感じです。ベタ踏みと言われると言いますか、キックダウンするのはガンって踏むっていうのはどうしても一瞬ラグっていうのは出ます。そのラグそのものも350の通常モデルよりは全然いいんですけど、そこまで踏まない時のこのじわーって踏む時のふーって増していく感じが、まあ、やみつきですね。いい車だなと思います。車の感想をそのまま喋ってるとどんどん長くなりそうなので、早速やっていきましょう。まず私 CSK が勝手に考えるレクサス RX 2024改良モデル、ほぼ間違いなく改良されるだろうというポイントからいきましょう。まず1点目はですね、アンビエントライトの改良ですね。レクサスとしての正式名称としてはインテリアイルミネーション、こちらの光量アップおよび現行処理の廃止、こちらが一番最有力なのかなと思います。レクサス車の最新情報にアンテナ張ってる方はもうご存知だと思いますけれども、今年の3月に改良されたレクサス NX の年次改良において実装されたものですね。最初のプレスリリースなどでは全く触れられてなかったわけですけれども、実際に車両が納車されていくにつれてですね、明るくなってるということが分かり、私のチャンネルでもサトゥーシさんの動画で何度か登場してるかと思います。従来比3倍の明るさになるというところで、実車を見た方々はですね、もうこれよこれと、2021年の発表当初に期待した明るさはこれなのよっていうところで、ここまで明るければとりあえず不満が出る人はいないよねっていうところまでしっかり改良されたものとなっています。こちらがレクサス RX においてもそのまま流用されて実装されると考えるのが妥当なラインだというところでしょうね。これについては本当にねやるべきだったことですし、すごくありがたいことだなと思います。アンビエントライトがついてて嬉しいと思う人は割と明るい方が好きっていう方多いと思うんですよね。それに加えて64色のマルチカラーと幅広いカラー設定ができるわけなんですけど、どうしてもその本来の明るさ自体が暗いと色を楽しむことができなかったりするわけですよ。もっと言うとですね、その明るさそのものが暗いっていうのはもちろんあったんですけれども、一番レクサスと相性が悪かったのは現行処理というものになっていて、レクサス NX から始まった新世代レクサスの前からあった、まあ、昔ながらの仕組みではあるんですけども、ドライブレンジに入れるともともとついていた明るさよりもさらに何段階か暗くなるような仕組みがレクサスで導入されていまして、
その現行されるっていう仕付けそのものは割と上品に見えたりもするんですけれども、元の明るさが暗いとさらに暗くなっちゃうだけになるので不満に感じる人が多かった。これは私が所有していた昔の20系のレクサス RX とかでもそうだったのですが、やはりアンビエントライトを売りとしてしまった時にこれをやったことによって不満に感じる方が非常に多かったということなんだと思います。またですね、このレクサス RX においてはって話をしようかと思うんですけれども、助手席前のダッシュボードのところにこう1本ね綺麗に入ってるライトが特徴的だと思います。そこの、まあ、光るエリアの広さとか、あとまあ目に留まるっていうこともあるんだと思うんですけど、ベースの明るさがねそんな明るいわけじゃないはずなのに、なんか NX の以前のモデルよりは明るく見えてたんですよ。なのでそれだけだったらレクサス RX だけがどうこう言われる問題じゃなかったと思うんですけど、私個人の感覚としてはですよ、レクサス RX は元の明るさはちょっと明るく見えるのに、その現行する現行幅がレクサス NX の初期モデルよりもなんかちょっと強かった、そんな気がしていました。なので本当純正状態で乗ってた時はですね、ドライブに入れると本当車内暗って、 NX の初期型から乗り換えた私でも感じちゃったところありました。レクサス RX についてはこの現行処理の抑制みたいな処理自体が年次改良までかかっていたりとか、年次改良でそれ発表したのに多分エラーか何かでウィンドウスイッチのところしか現行しなくなくなってて、なんだこれってなってたのも最近無料アップデートで改善されましたが、ここがさらに強化されるってことはとても喜ばしいことかなと思います。ただですね、私の今 RX こことか光ってると思います。玉屋さん仕様でレジスタイルミとか追加してるんですけど、まあこのレジスタイルミが純正でやれることはないにしてもですね、レクサス RX は NX と比べて光る箇所がちょっと少ないんですよね。特にセンターコンソール周りですね、真ん中の部分、ここにですね本来は一切光る要素がなくて、 NX だったらあるようなこうスマートフォンを置くだけ充電のエリアが間接照明になってるよとか、LBX のセンターコンソールに光るところみたいなものがないんですよね。さらに言うと NX では採用されているドリンクホルダーのイルミについても可消式になっているというところもあるかと思うんですが、引き続き採用されていないんです。ただ西の聖地玉屋さんではですね、可消式のカップホルダーだあったとしてもイルミカップホルダーみたいなものをちゃんと展開しているので、技術的には多分やれるんでしょうし、今回せっかくアンビエントライトの世代を交代するんであれば、これを機にですねレクサス RX にもディーラーオプションでカップホルダーイルミの追加だったり、もっと言えば光るところをシンプルに増やしてもらえると嬉しいなと思います。あと1個言い忘れました。今回足元照明以外は現行しなくなってるんですよね、年次改良モデルでは。ただこれ足元現行したくない人もいるんですよ。だからもうねそれやめていいんじゃないかなって思います。足元だけ暗くしたいようなねサトゥーシーさんみたいな人はその個別設定で足元だけ暗くできるので、確かに現行処理って美しいので嫌いじゃないんですけど、まあでもそこを貫いて足元だけ暗くしたままにしなくてもいいような気もするので、シンプルに NX と一緒で全部同じ仕様にすると嬉しいなと思います。では続いて2つ目、ドライバビリティ改善っていうところですね。これはまあもう間違いなく来るでしょうっていうところだと思います。でこれ何かっていうところですけど、とどのつまりは走りの質の良さというか改良というところですね。レクサス RX については2022年の暮れに発売して、昨年の7月に1度目の年次改良を終えていますが、実際はですね最初生産がまあ追いつかないという理由なども含めて見送られていた RX の 350H を追加するための年次改良とも言えるような、本当にほとんど改良がないに近かったものになると思っていいと思います。そして2回目の年次改良となったレクサス NX においてはですね、我々素人でも体感できるほどですね少し変わったなと思える部分が随所に散りばめられた改良が行われてましたので、1回目の改良でかなり小規模だったレクサス RX においてはもちろんこの走りの部分もそれなりに手が加えられるということは十分に考えられるところなんじゃないかなと思います。とはいえ今の時点でもですね RX350、350H、450H プラス、500H めっちゃ走りはいいので、それがないからどうこうっていうところはそんなになさそうなんですけど、より良くなるのであればそれに越したことはないですよね。個人的な話をするとですね、ほとんどめちゃめちゃ気に入ってるこの RX500H なんですけど、もうちょっとこうガタガタ道とか走る時とかにしなやかにいなしてくれたら嬉しいなって思うシーンがあったりするので、従来の F スポーツ車とかですねレクサス NX が採用されていたパフォーマンスダンパー、これが確か現行の RX から廃止されてるはずなんですよ。廃止されてるのにその乗り味っていうのはすごいことだと思うんですけど、ディーラーオプションで装着する位置のパフォーマンスダンパーっていうのはそういう低速時の微振動とかをうまくいなす効果があってすごい人気のディーラーオプションだったりするので、そういう低速時の乗り心地改善っていう意味ではパフォーマンスダンパーをさらに入れてくれたら嬉しいなとかも思ったりしますが、まあ、多分それはないのかなと思います。言うだけはただなんでちょっと言ってみました。そして3つ目来るでしょうという内容はですね、不液晶メーターですね。いやいやいや、
来るでしょって思われたのにレクサス NX 来なかったじゃんっていうところも、まあ、あるにはありますが、なんとなく私はこれ結構来るんじゃないかなと思ってます。というのもレクサス NX と RX っていうのは先代の時っていうのは車格感とかだけでなくてですね、本当に装備面で結構差別化が図られてたんですよね。メーターのそのクオリティももちろんですし、ナビの画面サイズ、使えるような機能面とかも結構違いがあったんですけど、決して悪いことではないんですが、この新世代のものっていうのは結構共通化が図られちゃってるんですね。違うことといえば発売時期のタイミングの違いで、このアドバンストドライブっていうね、ドライバーをモニタリングしながら、まあ、手放し運転が条件によってできたり、そこの顔認証と連携して少し様々な機能が使えたりするわけなんですけど、他のレクサス車、例えば LBX とか LM とか、そことセットでフル液晶メーターがついているわけなんですけど、それがついていない中途半端な状態になっていますよね。多分開発タイミング的には本当ギリギリのギリでつけられなかったみたいな感じがするので、 NX の、ね、数少ない差別化っていう意味でも NX で採用しなかったフル液晶メーターを採用してくるっていうのは大いに考えられるんじゃないかなっていう気がしています。ただこれに関してはですね、2つお願いしたいことがあります。1つ目、いつも私がこのフル液晶メーター関連で言ってるところなんですけど、せっかくですね液晶の表示領域を増やしても情報量が減っちゃうっていう、今ちょっと残念仕様なフル液晶メーターになってるんですよね。レクサスの場合クラウンスポーツとかとはちょっと違うんですよ。その中でお願いしたいのが、今ねカメラだと画角に映ってないんですけど、このちっちゃい方の7インチディスプレイのいいとことして、常に右上に到着予想時刻がナビ設定してると出てくれる。そしてこのメーターの真ん中のちょっと左側に次の分岐点も必ずどの画面でも出てくれるんですよ。ただこれがですね、今の微妙なタイプのレクサス向けのフル液晶メーターになっちゃうと、真ん中を地図表示にしない限りはこれ両方とも表示できないですし、もっと言うとその地図表示を拡大表示でセットアップしておかないと出てくれないっていう、ちょっと残念な感じになってるんですよね。ただまあこれ自体はですね、そもそもの仕組みを変えなきゃいけないから多分採用難しいかなと思うんですが、次のやつはできるだろうと思います。それが始動後平均燃費の表示ですよね。今私が真ん中に表示している7インチ液晶の RX で出せるのは通算平均燃費といいまして、ナビ画面上から任意でリセットするまでずっと積算していくタイプの平均燃費しか出せないんです。私の場合は1年4ヶ月2万1000キロ走って10.8 になっていると思うんですけど、もはやねこれあんまり意味をなしてないんですよね。一般道を走ってる時なんていうのは10は平気で割り込んでますし、高速道路を80キロから90キロぐらい走ってる時はリッター13音は出てるはずなんですよ。でもわざわざリセットを毎回するのも違いますし、なんかね頑張ろうって気が起きないんですよね。これしかもこの機能って仙台 RX NX とかじゃ当たり前に表示できてた機能なので、それを出せないのはいかがなものかというところがありますし、何よりもそのクラウンスポーツとかのフル液晶メーターだとこれが出せるようになるんだけれども、レクサス向けのフル液晶メーターだとなぜか出せないままになってますので、ぜひそこはもうデータとして車で撮ってるはずなので早期のアップデートで反映していただきたいなと思います。あとついでにおまけでもう一個言わせてください。このレクサス RX からまたまた謎な仕様が増えておりまして、今私の液晶ちょっと見えてるかもしれないんですけど、これちょっと一回ボタン押しますね、ポチ、はい、そしてもう一回クルーズをセットします、ポチ、わかりますか。そうこのねタコメーターを今私は表示してるんですけど、このメーターリングの表示がなぜかクルーズコントロールをオンにすると消去されるんですよ。でただただ消去されるだけ。最初こそそれによってなんか情報量が増えるのかなとか、レイアウトが変わって見やすくなるのかなと思ったんですけど、ただただリングがなくなるだけみたいな感じなんですね。どういう意図があってなのかっていうところはあるんですけど、もちろん見ない人は見ない情報なのかもしれないんですけど、ただでさえスカスカなメーターがですね、このリングがなくなることによってかなりこう殺風景になっちゃうんですよ。でこれが今のところですね、フル液晶メーターになっている他の車種 LBX とかでもその仕様だけなぜか踏襲されてるんですよ。レクサスさんどうしたっていう、なぜ消したみたいなね。それを消すことによってマツダとかみたいに運転支援の、その情報が必ずねすぐ連動して出るとか情報量が広がるんだったらわかるんですけど、そうじゃないで消すだけなんだったら、まあ、せめてオンオフにしてくれというところを合わせてお伝えしたいなと思います。続いて4つ目です。 F スポーツに内装色の追加来ると思いますっていうのが私の予想ですね。レクサス RX においてはですね、非常に少ない内装色の展開となってまして、 F スポーツが選択できる RX350 と RX500H はこの私が選択しているダークローズという赤内装とブラックの2色しか選べなくなっています。
レクサス NX ではこれに加えてホワイト内装がもともと選べており、今回の年次改良でヘーゼルが追加になっていると思います。これも RX が発売した当初、生産がすごく大変だとかいろんな事情があってのことだったと思うんですが、まあさすがにそろそろなんとかしてほしいなと思いますし、タイミングとしてはすごくいい時期だと思うので、最低でも先代の頃からラインナップされていたホワイト内装ぐらいは採用されるんじゃないかなと思います。できれば NX で採用されたヘーゼル内装を着てほしいですよね。でもレクサス RX の場合はバージョン L のヘーゼル内装すら海外では採用されているけど日本では採用されていないという現状があるので、まあ、このタイミングで F スポにヘーゼルが来ることはないんじゃないかなっていうのが個人的な予想かなと。それでいくと海外向けに採用されているバージョン L 用のヘーゼル内装は採用していただくといいんじゃないかなと思います。私は九州は宮田工場の工場見学に行きまして、RX を作っているラインを見学したんですね。なので海外向けのヘーゼル内装の RX 流れてるの何台も見たんですけど、めちゃめちゃ良かったんですよ。あれはね絶対入れた方がいいと思いますし、 NX で日本の市場でヘーゼルがバカ受けしてるの分かってると思うので、テコ入れって意味でもやっていただくといいんじゃないかなと思います。ただあれは海外の情報だけ見ているとですね、少しこうドアトリムのところの加色というか、このねファブリックのところがシンプルな表示になっているグレードにしか選べないので、日本で展開しているのはバージョン L 向けにそもそも作ってないんであれば採用できないみたいなこともありそうですけど、そこはぜひ頑張っていただきたいなと思います。ここでもちょっとここと言っときましょう。レクサスさんもこのタイミングでダークローズの配色変更してくれませんか。いつも言ってるやつですね。このドアトリムのところが高い位置まで色をつけるかつけないか問題なんですけど、従来のレクサスの伝統ですね、今のフレアレッドっていう色が採用される前はもともとこれダークローズっていうのは F スポーツに使われてたんですよ。その時ダークローズの F スポーツは高い位置まで赤い色がつく、フレアレッドに変わると少し鮮やかすぎる色だからなのか黒の面積が増えるっていう、そういう流れがあるあるだったんですけど、なぜか今回 RX はダークローズの F スポーツに回帰したけど配色は減らしてしまったっていう感じなんですよね。こっちの方がシックで好きって人もいると思うんですけど、まあ、そもそも赤内装を選ぶ人って鮮やかな内装が好きだから選んでる方が比率としては高いに決まってるんですよね。個人的に私ダークローズ内装に乗るの初めてだったのですごく気に入っていて、このカラー自体はね F スポーツに戻したのはいいなと思うんですけど、ただやっぱちょっとね地味なんですよね。なのでもうちょっと高い位置まで配色の変更を行ってくれると嬉しいなと思います。最後5つ目ですね。こちらはですねオーバートレイルのグレードの新設というところになります。これもレクサス NX の改良情報を知っている方からしたらはいはいっていうところだと思いますが、レクサスとして掲げているいわゆるオフロードとかでもね使えるような車のブランディングとして取っているオーバートレイルプロジェクト、レクサス GX を皮切りにレクサス NX で採用されていますし、今年改良されるであろうレクサス LX でもおそらくオフロードパッケージがオーバートレイルにリブランドされるということが予想されますが、このレクサス RX においてもオーバートレイルプロジェクトのデモカーとかでちょっとオフロードっぽいようなコンセプトが出ていましたので、そんなに手が込んでることはないかもしれませんが、レクサス NX 同等にムーンデザートを採用されて少しこう樹脂パーツが強めになってインチダウンしたホイール履いてみたいなモデルが追加される可能性は非常に高いんじゃないかなと思います。さあ続いてはですね、ほぼ間違いなく来るわけではなく、うわ来たら熱いなーだし割とありえるんじゃないっていう項目を全部で3つお伝えしていこうかなと思います。まずは1つ目、 DRS ダイナミックリアステアリングの追加採用ですね。これ私がこのレクサス RX500H を激推ししている理由の一つでもあってですね、すごくいいとこなんですけれども、言葉の通りですね、これは前輪だけじゃなくて後輪自体も少し操舵で動くよっていう仕組みだと思っていただければいいと思います。もともとこのレクサス RX っていうのは後輪駆動で設計されてるんではなくて前輪駆動で設計されてる車になりますから、グレードにはよりますけれども2駆が採用されてるわけですよね。これが4駆になったとって、その4駆の後輪側っていうのは基本的にガチッと固定されてるんですよ。フロントのタイヤが動くことで進行方向をねこう変更していったりするわけなんですけど、この RX500H 専用として採用されたこの DRS っていうのは今みたいな高速走行時だと前輪と同じ動きで後輪も動きます。ただこれがですね低速時、基本的には駐車する時とかそういう時なんですけどには、そのフロントで切ったタイヤと逆の向きに動くんですね。そうすることによってものすごく小回りが効くっていうのが副次効果としてありまして、おそらくレクサスとしては走りの質のために採用したのがこの DRS だと思うんですけど、やっぱりこの車における駐車って毎日のことだし、
このレクサス RX において幅が1920っていうめちゃめちゃでかい車になったので、小回りが効くか効かないかで全然満足度変わってくるんですよね。このレクサス RX の 500h 以外のパワートレインに関しては、最小回転半径という数値の小回り性能が 5.9m となっています。ちなみに一つ小さいレクサス NX の場合は 5.8m、 これに対してこの RX500h だけ 5.5m と NX より小回りが効くんですね。実際に運転していても、 NX だと駐車切り返すのところでも RX500H に慣れると一発で駐車ができるようになります。それこそ昨日のオフ会でもですね、 450H プラスのオーナーさんとか 350H のオーナーさんがいらっしゃって、皆さんバージョン L フルモデリスタ仕様だったんですけど、そのオーナーさん3名にちょっと乗ってみてくださいって私が割と強めに言ってですね、それぞれ駐車場内を少し走っていただいたり駐車していただいたんですが、3名とも全然違うっておっしゃってました。中にはちょっとどうしよう、欲しくなってきちゃったみたいなぐらいのテンションになってしまった方もいたぐらい、この DRS がつくと、一度この RX の最新モデルに乗った方とか、その所有された方ほど多分感動を覚えるはずなんですね。今私が他の方に RX を勧めるとか、350とか 350H、 450H プラスを買う人に注意事項として伝えることとしては、やっぱりこの小回りのところなんですよね。取り回しが本当に大丈夫なのかっていうところ、これはもちろん自分が運転するっていうところもそうなんですけど、ご家族が運転する方なんか余計そこを懸念点として伝えていますが、これをですね、残りの3つのパワートレーンそれぞれに採用してくれると激アツだなと思ってます。クラウンスポーツとかは採用してるので、なんかね、なんでつけないんだとか、簡単だろうって我々消費者からすると思っちゃうんですけど、この DRS って本当に調整が難しいらしく、しっかり作り込んで実装しないとですね、そもそもの通常の走りに悪影響を及ぼしてしまうらしいんですよね。走ることだけ考えれば後輪はどしっと動かない方がいいに決まってるそうです。しかもさっきの話の通り、高速時はその前の車と同じ方向に動いて、低速時は逆の方に動く、そんな高度なやっぱね制御になってると、それがもしうまく動かなかったらヤバそうだなっていうのは素人でも分かりますもんね。あと私個人としてはですね、このようにレーンチェンジをする時の、この横に移動した時の、こう何とも言えないヌメッと車線変更できる感じがめちゃめちゃ気持ちよくて好きなので、小回り性能だけじゃなくて、本来レクサスが推したかったであろうところの DRS の効果なんかもしっかり体感できるんじゃないかなと思います。採用されるとなった場合は、当然後輪を動かさなきゃいけないというところもありますので、 AWD モデルに限定されると思いますが、ぜひ採用していただけると嬉しいなと思います。続いて2つ目、レクサスの中では多分目標値よりも販売割れしていると言われている RX の 350H。 私個人としてはね、やっぱり価格設定の問題だと思ってます。ちょっとね、高く設定しすぎです。ほぼほぼ同じようなパワートレインの NX とか、従来のレクサス、トヨタのハイブリッドとガソリンモデルの価格差から見ても、ちょっとね、100万近い値上げっていうのは高すぎるので、350のバージョン L に行っちゃうっていうのは、まあ本当必然なのかなと思います。ただこれに加えて、販売店の方々が口々に言ってるのは、やっぱりその F スポーツがないからだっていう声なんですよね。確かにレクサス NX で一番売れてるのってハイブリッドの F スポなので、やはり日本の中では F スポーツのデザインが人気、かつパワートレインは本当だったらみんなハイブリッド選びたい、この組み合わせが RX にはないことに加えて、値段がちょっと高価になったことで、狙いよりは選んでもらえてないっていう現状があるのだとすれば、テコ入れという意味ではハイブリッドに F スポが来る可能性はあるかもしれないですよね。発表当初こそですね、この F スポーツというものが350と 500H のフルタイムの4駆とかダイレクト4の4駆だけに限定していたので、レクサスとしてはその F スポーツをなんちゃって F スポーツではなく、ちゃんとした F スポーツとしてブランディングしていきたいんだろうなと思っていたので、ハイブリッドの F スポーツは出ないんじゃないですかねって言ってたんですけど、なんかどうやら海外ではもう普通に売ってるらしくてですねドイツとかでしたかね、そっちの方面だと RX350H の F スポーツって普通にあるんですって。じゃあもうブランディングも理念もヘッタクレもないんじゃないかなと思うので、テコ入れって意味でいけば、そういったものの採用もあってもいいんじゃないかなと思います。実際に 350H お金持ってて購入されたオーナーさんは皆さん満足されてますしね、パワーもそこそこあって燃費も結構いいということですから、より売れていくモデルになるんじゃないかなと思います。最後の3つ目です。特別使用者の設定ですね。でこれについては、今言ってたハイブリッドのところもそう、販売のテコ入れのためにっていうところですね。RX 自体は350の F スポーツと 500H の F スポーツパフォーマンスを除き、途中から通常オーダーになり、最終的には今全部通常オーダーになっているわけですけど、さっきも言ったように、そのハイブリッドのパワートレっていうのが全体的に押し上げることができてないっていうところもあるので、ずっと売れ続けていたレクサス NX に比べると、少し販売のテコ入れをしなきゃなって考えられる可能性があるかなと。以前はほぼほぼ毎回のように出てた特別商社についても、
目的が販売のテコ入れっていうことが多いので、実際レクサス NX の現行型では特別仕様車って出てないわけですよね。これがもしかしたらタイミングによって RX は出てくるんじゃないかなということを予想しています。過去のレクサス NX とか RX だと特別仕様車だけはこのドアミラーの下にねランプがつくよとか、何かしら専用装備があったりしたり、バージョン L までは値段上がらないんだけれども、例えばベンチレーションはついたりとかするみたいな、いいとこ取りみたいなグレードだったりすることもあるので、全体的に値段が上がってしまった RX にこそこの特別仕様車とか何かいいモデルが出ると割とお得になってバランスも良くなったりするんじゃないかなと思いました。はい、そして一番最後はですね、最近触れなくなってきてたので言っておこうと思います。多分採用されないけど採用してほしいと思っているもの、それはAR ヘッドアップディスプレイですね。これ皆さん覚えてますか？この新型 RX が発売される、発表されるってなった時にほぼほぼ間違いなく搭載されるだろうと噂されてたにもかかわらず採用されなかった。だけどよくよく見るとこのレクサス RX のこのダッシュボードのところになんかそれを計画してたんじゃないかと思わせるような痕跡が残っていると。今多分ねポンって画像を出してると思うんですけど、明らかに不自然な線入ってますよね。ここが従来の iBox サイズよりも拡大させて画面投影エリア自体をね広げて AR 化しようとしてたんじゃないかというところが垣間見えるわけなんです。今のところ多分この痕跡が残っているダッシュボードがついているのって RX だけな気がするので、やってくるんだったらこの RX のタイミングなんじゃないかなと思うので、ないとは思うんですけど来たら熱いっていう感じですね。私のこの年次改良予想系の動画では、まあ、このないとは思うけどって言ってるやつが2年後3年後に来るんじゃないかなってことも見越して触れてるところもありますので、今回皆さんの記憶から忘れ去られないように触れてみたというのがこの最後の AR ヘッドアップディスプレイでした。はい、ということでレクサス RX2024 年の年次改良モデルの予想動画としてお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。基本的には根拠もないとまでは言わないんですけど、ずっとこうレクサスの新しい情報を追っかけ続けている側が予想したものになるので別に何の保証もないんですけれども、昨年の年次改良が7月だったことを考えると本来であればとっくに年次改良の情報が始まっててもおかしくありませんが、撮影時点の5月下旬では全く情報出ていませんよね。それだけじゃなくて普通にレクサス RX まだデイリー注文できるようになっていまして、大体納期が3ヶ月前後ぐらいになっています。ともすれば今注文すると8月から9月ぐらいには生産完了するっていうことになってしまいますので、逆算すると9月ぐらいまでは年次改良車両が生産されることはないと言えるかと思います。レクサス NX は今のところ年次改良時期が毎年同じ時期となっていましたが、今回からレクサス RX は夏ではなくて秋改良にシフトしていくということになると思います。例えば10月生産開始の年次改良だと予想すれば、正式発表っていうのはおそらく7月か8月ぐらい、そして今が3ヶ月の納期ということなので生産開始であろう10月よりも3ヶ月前となれば、7月ないしは6月にはもう現行のオーダーを止めないと間に合わないということになると思いますので、そろそろ RX の注文自体は止まってもおかしくないという状態に入った方がいいと思います。そしてこの改良があるかもないかもになると今買うのどうなんだ問題が絶対出てくるんですけど、間違いなく言えるのは納期の問題ですね。つまり10月までにまず間違いなくレクサス RX が納車されたいって思う方については今急いで買う必要があると思います。逆に11月以降でいいよっていう方については改良モデルを待ってみてもいいだろうと思いますし、今日なんとなくね予想で挙げた中にいくつか要素あったと思いますけども、割とね DRS 含めて可能性あるんじゃないかなと思ってます。そういった予想の内容がついた時に待てばよかった、買わなきゃよかったってがっかりするなって今自分でちゃんと思ってる方は待てばいいなと思います。逆に、まあ、別にいいよ気にしないとか、フル液晶メーターなくてもいいしみたいな、そういう方にとっては納期の方が大事だと思うんですよね。仮に今言ったように10月生産開始だとして納車は早くて11月前とかですよね。でもそれってお店の中でほんの一握りだけだったりするわけですよ。だから実質年明け納車が一般的になるはずだと思うんですよね。そうすると年次改良前後のタイミングによって、まあ、数ヶ月納車される時期に違いが出てくるってことになりますので、それと改良する内容が自分にとってどうなのかっていうところだけで考えればいいと思います。改良モデルの方がそれは全て改良になってるんだからいいに決まってるんですけど、買うにあたって重要な項目っていうのはその改良された内容だけじゃなくてタイミングとか時期とかでもあるっていうところはネットの意見に左右されずに考えてもらっていいんじゃないかなと思います。まあ個人的にはね、本当 DRS がつくかつかないかってめちゃめちゃでかいと思うので、四駆を買おうかなって思ってる方とか、 DRS がつくんだったらそのために四駆にしてもいいかなって思う方は
待ってもいいかもしれませんね。ただですね、どちらにせよ私が乗っている初期モデルですらレクサス RX 走りの部分相当満足度高いので、もうすでに納車待ちになっててね、これから納車されるよっていう方もあまり気にすることなく納車を楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 X や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。